こんにちは。今日はね、甘いものが食べたいって思ったんですよね。まあ最近ずっと思ってるんですけど、食欲の秋が止まらない。寒くなればなるほど私は食べたくなるんです。炭水化物もなぜかものすごく食べたくなるんですよね。もうね、そうなったら大いに食べようじゃないかということで、誰に遠慮がいるものか、私の心の声に耳を傾け、食べたいだけ食べるのじゃーってまあ決心しました。でね、そんなわけで自分でぜんざいを作ることにしたんです。まあ、白砂糖ね、食べ過ぎると良くないでしょう。なんか買ってくるものっていっぱい入ってるじゃないですかね。やっぱりヘルシー、ここはもういっぱいこの食欲を抑えられない、だったら少しはヘルシーにしなきゃっていう思いですね。健康で長生きしたいですからね。だけど小豆を煮るには時間と手間がかかるというわけで、砂糖なしのまずはね、ゆで小豆をスーパーで探したんですよ。だけどね、ないんですよ。どこ探してもなくって、もうなくって、もうゆで小豆は売ってるんですよ。缶詰とかね、あのレトルトパックみたいなのね。でもね、すでに砂糖が入ってるんです。で、甘さ控えめってパッケージに書いてあるんですよ。それでもね、まあ甘さの基準って人それぞれじゃないですか。でしかもね、そんな薄味の砂糖味売れるわけないじゃないですか。だから結構入ってるような気がするんですよね。だからね、その言葉も鵜呑みにはできないと。で、井村屋のゆで小豆ね、有名ですよね。でも元バージョンないみたいなんですよね。でもそうですね、オーガニックスーパー、オーガニックショップあるんですよね、結構近所に。そこにはあるんじゃないかなと思って行ってみました。無糖やったって思ったら赤飯用だから、その料理に使う手で作られていますから、指の先でぐにゃーっと潰れるくらいまで煮ていないんですよ。もうはーって感じですよね。いや、そうか、やっぱりあそこに行くしかないかなと思って、ちょっとばかし足を伸ばして駅の反対側に行ったんですね。でそこにお店があるんですけど、まあ、ちょいちょい私も行く自然食品店に確かあったなって思い出しましてね、うん、行きました。そこね、スイカが使えないので、ちょっと不便なんでね、なるべく行きたくないんですけど、でもまあそこしかないから行きましたよ。で、ありました。やっと手に入れました。もう探して、もうこれね、分かりにくいんですよね。まあ変えたからよかったんですけど。でこのね、あの お店の中でですよ、探すのちょっと大変だったんですよ。そんな大きいお店ではないんですけど。でその無糖のゆで小豆ね、表示にはね、小豆の水煮って書いてあったんです。ゆで小豆、水煮、なんかもうちょっと差別化した感じですよね。この2つ一緒じゃないのって思いますよね。でもまあ一緒、まあ日本語はここがね、なんとも日本語的だなって、こう細かいニュアンスのこのゆで小豆と小豆の水煮の違い、似て非なるものっていう言葉がありますけど、いかにも日本語らしいです。ここはまあちょっともうこれ以上追求しないで横に置いといて、でこの水煮ですけど、いわゆる汁、あのお汁粉とかね、ぜんざいみたいなお汁はほぼないんですね。で大粒、本当大粒の小豆がムチムチとパックいっぱいに詰まってます。でなぜ私が探しにくかったかっていうと、パッケージの写真がかぼちゃと小豆のいとこにってあるじゃないですか。
その写真なんですよね。でなんかまあ食品のパッケージってもう同じような感じで分かりにくいですよね。でもうじーっと見て、うん、中身は小豆かな、かぼちゃ入ってんのかな、でそういうことも確認しながら、あどうも小豆だけらしいということで無事買うことができましたね。最初からその店に行けばねよかったんですよ、はーとかふーとか思わなくてよかったんですけどね。でもやっぱりなるべく近くで買いたいじゃないですか。スーパーにもね、井村屋のあの缶のゆで小豆、無糖のものがあるんじゃないかなって思いますよね。まあ、私は思ったんですけどね、なんでないんですかね、不思議ですよね。まあないってことは、まあ、需要がないっていうかね、買う人、あっても買う人少ないんですかね。そんなことないと思うんですけどね。まあ井村屋さんじゃなくても無糖の缶詰の小豆、今缶詰ヘルシーフーズ缶詰サバ缶とか、とても流行ってますけど、そんな感じで小豆のあんこ自分でお砂糖を入れて作るから、まあなんなら蜂蜜とか入れて作るから、もう無糖の茹でただけの小豆売ってくれたい、売ってくれないかなって私は思います、思ってます。あったら買います。まあ他のお店にあるかもしれないんで、私もそんなにお店行ったわけじゃないので、今度からねスーパー行ったら無糖の小豆、ゆで小豆ないかなって探してみたいと思います。無糖のゆで小豆どこや、教えてほしいです。ここやって教えてほしいです。でこの今回ね、小豆の水煮3袋買いました。本当はね最初2袋買ってで、1袋だけ買ったのかな。でペロッと食べちゃったんで、あくる日にまた2袋買い足しました。でどんな風に食べたかっていう と、最初の2袋はまあ普通にオーソドックスに調理したんですね。レトルトパックですから湯煎で温めました。お湯を沸かして、うち今フライパンしかないんでフライパンに入れて湯煎しました。でそれからパックを開けてほっかほかの小豆を器に取り出して、きび砂糖とヒマラヤ岩塩をちょろっと入れて、あ、美味しいとか思いながらペロッと食べちゃったんです。で私が使ってるきび砂糖ってなんか血糖値が上がりにくいとかって書いてあって、よくわかんないけど、それをまあ甘いもの食べたくなるとそれを使うんですけど、まあ白砂糖だと食べるともうすぐ歯が痛くなるんですけど、これだと痛くならないですね。まあ、理由はよくわかんないから横に置いといて、それで2袋目ですけど、このパックを読んでるとお召し上がり方っていうところに、そのままでも美味しくお召し上がりいただきますって書いてあるんですよね。え、ほんまって感じで、まあ一瞬ええって思ったんですけど、まあもう本当に前に疲れてるからね、仕事から帰ってきてすぐなんか食べたいじゃない。なのでもう本能のままに、もうパックの口をバカッと開けちゃったんですね。まあその文言の通りにね、美味しくそのままでも美味しくお召し上がりいただきます。私ってこう素直っていうかね、食いしん坊っていうかね、まあ辛抱がないというかね、まあそんな私はですね、なるほどいけるなんて思いながら食べました。パクパク食べちゃいました。でもね、
4分の1ぐらいかな、残しちゃいましたね。うん、やっぱりなんかちょっとでもこう季節的なものがあると思うんですけど、あったかい方がいいなって感じますね。だから夏だったら全く問題ないかもしれないですね。もうそのままで十分美味しくいただけそうな気がします。でいよいよ最後の1パックとなりました。あれ毎日食べてるのかな、1日ぐらい空いたかな、ちょっと忘れましたけど、毎日かもしれない。で今日食べたんですけどね。でその温めるときに、いつもと同じ食べ方じゃなんか芸がないなーなんてこうなんとなく頭で思ってて、でそしたら昨日リンゴの甘煮を作ったんですけど、ちょっといつもはペロッと食べちゃうんだけどいまいちだったんですよ。結構時間かけて手間かけて焦げないように作ったのが、なんか知らないけどいつもより美味しくなくって冷蔵庫に残ってたんですね、食べなくて。で合体しようって思ったんですよ。でこのアイデアもう本当にそのやっぱりね、丁寧に作ったリンゴもう焦げてなくて、なんかもうリンゴだけ食べたら物足りないんだけど、やっぱり甘いんですよね。でその甘さがねアクセントになってね、もう本当大成功でした。でこのリンゴさん、ただお砂糖だけ入れたんじゃなくて、無塩バターと、シナモンもちろん入れました。でなんかやっぱり染み込んでるんですね、甘みが。なんでリンゴだけ食べてもなんかその甘さが引き立たないんですよね、ピンとこないんですよね。でゆで小豆だけもお砂糖控えめだから物足りないでしょ、甘さが。でところがね、なんかね甘いリンゴとゆで小豆、お互いの物足りなさをこうカバーし合っていい感じになったんですよね。ほんとお互いが引き立て合ってるんですよ。もうカップルで言ったらもう本当に好相性ですね、本当にいいコンビネーションです。両方いまいちなだったそのそれぞれの料理が、もうこの融合の妙ですよね。本当に美味しくなっちゃいましたね。もちろん完食、美味しいってもう満足、大満足ですよ。美味しかった、もう自画自賛ですいません。このあなたもですね、このリンゴの甘煮とゆで小豆のコラボ作ってみてください。でシナモンパウダーパラパラってかけてどうぞお召し上がりくださいって感じですね。私もまた作って食べます。はい、今日はこんな感じです。じゃあまた、バイバイ。